よろしくお願いします。とまずビフォアなんですけど、フォルムがやっぱこう長方形っぽいというか、なんかあのロングとかあの胸下ぐらいのレングスになるとアイラインっぽいのが可愛いんですけど、やっぱちょっとミディアムとか肩より上になるとちょっとアイラインっぽい感じだと、彼女のこう目鼻立ちに対してはちょっと寂しい印象になりがちになるかなっていうところがあったので、あの顔周りはちょっとレイヤーをしっかり、だいたい耳の後ろぐらいからここの髪からをだいたいこの頬の真ん中ぐらいまでレイヤーでこうつないでます。でここをレイヤー入れて、後ろのこの裾の部分はあの重さを残したいんで、ここはほぼワンレングスに近い状態のグラデーションで切らせていただいて、でだいたいここからこの頬下ぐらいまでにかけてをレイヤーでつないでいます。でそうすることによってこう全体的な丸みとかが出やすくなったので、ストレートにしてもちょっとサイドにボリュームがふんわり出やすくなったんで、ちょっと彼女の目鼻立ちこうはっきりしてる目鼻立ちの方にはやっぱちょっとこうボリューム感のあるというかふんわりしたデザインの方が似合うかなというところで、そういうふうに切らせていただきました。で、スタイリングに関してはそのレイヤーが生きるようにあのサイドの部分がちょっと丸みが出るように、外巻きにしつつ顔周りは内巻きになるようにちょっと巻いてます。でもみあげは、この辺ぐらいちょっと遅れ毛が残るようにここの部分だけちょっと切らせていただいてるんで、あのこう内巻きのラインがここにこうくっきりこう出るというかワンポイントで出るようにしています。で前髪に関してはちょっと長めに残してるんですけど、奥からちょっと厚みを作ることでちょっとふんわりした、ここがやっぱりこうなんて言ったんですかね、こう頭の形的に四角く見えやすいんでちょっとここに高さ欲しいなっていう感じなんですけど、前髪の厚みでちょっと高さを作っている感じですね。なんかあのシースルーも可愛いんですけど、そろそろやっぱりあのお客様的にはやっぱシースルー飽きてきてるっていうあの人たちも多いんで、ちょっと前髪厚めにするのも、そろそろいいかなっていう感じで切らせていただいてます。であのアイロンは、38mm で、全体を、巻かせていただいて、外羽とこう内巻きになるようにリバースに巻いて、で顔周りも外巻きに巻いて、前髪はちょっとふんわり内になった巻いたやつを、流してる感じなんですけど、お客様というか、これぐらいの長さで裾が重めの方だとどうしてもこの内側の髪が最後ちょっとストレートで巻き残っちゃうことがあるので、そこの部分は、32ミリとかで後から足していただけると巻き残しがなくなるので、普段こうミディアムぐらいでアイロン使われている方は最後に32ミリでも38ミリでもいいんですけど、最後まっすぐになるところが絶対内側に出てくるんで、それを後から巻いていただけると、綺麗にできるかなっていうふうに思います。はい、スタイリング剤は何を使って処理ですか？はい、スタイリング剤は、耳から下がクリーム、耳から下というか後ろからだいたいこの辺ぐらいまでが、この耳後ろからこの辺ぐらいまではクリームを使ってまして、顔周りとサイドに関しては、やや説得力のあるワックスを使ってます。はい、結構サイドにボリューム出るヘアスタイルとか、前髪がやや長めの女性の方は、スタイリング剤を分けていただくと結構いいかなっていう、横の部分って結構アクセントにしてるカットっていうのが最近多いと思うんですけど、やっぱオイルだとちょっと弱いんで、
顔周りはなんかちょっと男性が使う弱めのワックスぐらいのちょっと説得力あった方が個人的には結構おすすめですね。最近お客様にそういう提案することが多いです。はい、いえいえいえ。であとは表面とか前髪とかは崩したくない方はハードスプレーとかで固めていただけると良いかなっていう感じです。はい、今回このスタイルモデルさんの私とかに見合わせていただきましたけど、はい、どういった女性に特におすすめしたいとかありますか？お顔のパーツに丸みがある方におすすめです。であと逆に、おもながが気になっている方、顔型でいうとおもながが気になっている方と逆に顔のパーツに丸みがある方に似合うと思います。はい、カールデザインがまあこの何て言うんですかね、カール自体はそこまで強く巻いてないので丸顔の人にも合うし、もちろんその丸顔とか顔周りの目周りとか頬周りとかパーツに丸みがある方は髪の毛も丸みがあった方が似合うんで、なんていうんですかね、シャープなこうなんていうんですかね、例えば目がもうめっちゃシャープな人ってストレートの方が似合うじゃないですか。で目元とかこう顔周りにちょっと丸みがある人ってカールついた方が華やかに見えるのでおすすめです。で面長の人はまあ当然サイドにボリュームが欲しいので、面長の人や首が長い人とかにも横にちょっとこう広げてあげた方が、でちょっとくびれてるんですけど裾がこうなんて言ったんですかね、重めにしてるんで、そういう感じだったら面長の人でもこうシャープになりすぎないんで裾がちょっと重くなるからいいと思います。でお顔周りのこのエラが張ってる方もひし形のデザインってすごく似合うので、なんかエラ張りの方はここに外側にこう押さえるんじゃなくて外側に広げてあげることでこう立体感が出て顔がちっちゃく見えるんで、これもおすすめです。はい、ありがとうございます。はい、